イリノイ州ロシエル鉄道公園に保存されているホイットコム製機関車、ホイットコムロコモティブワークスは、ジョージ・デクスター・ホイットコム、ジョージ・デクスター・ウィットコム、1834から1914年によって、1878年にアメリカ合衆国イリノイ州シカゴに設立された鉄道車両製造メーカーである。1878年、GD ・ホイットコムは、 小さな機械工場を開設。彼は炭鉱用機械の設計と販売でまず成功を収め、1892年、オルレアン通りとオハイオ通りに面した場所に移転し、ジョージ・ディ・ホイットコムカンパニーへと会社組織化した。当時の炭鉱では、その運搬にもっぱらラバが使用されていたが費用がかかるものであり、また満足のいくものでもなかった。そこで、経済的な効果から、 電動で空気を圧縮し、その力を使ってロープで運搬する実験がなされていたほどであった。ホイットコムはまだ目新しいものであったガソリンエンジンを使った機関車を製造することとした。1906年4月、初のガソリン機関車が完成し、イリノイ州中央部の炭鉱に収められた。ワシントン州タコマのキャンプシックス林業博物館に保存されている。 ホイットコム製機関車1907年、会社はイリノイ州北部のロシェルに移転し、炭鉱用や鉱山用のガソリン機関車を製造した。その評判は短期間で広がり、1912年には製造規模拡大のために同じロシェル内の広い土地に移転した。第一次世界大戦時には合衆国政府の要望に応えるべく数百両の軍用機関車が製造され、 フランスで使用された。この小さなロットン及びキュートンのナローゲージの機関車は、残豪戦において大きな効果を発揮し、前線への補給に使用された。この功績により、ホイットコムカンパニーは、アメリカ合衆国旧陸軍省から優秀賞が与えられた。その頃、機関車においては、多くの技術的革新が行われた。1914年、ホイットコムは、 初の工業用防爆型電気機関車を設計、完成させた。合衆国鉱山局のテストでもその防爆性能は保証され、ホイットコムは初の地下作業用機関車製造メーカーの名声を得た。その初の河川式電気機関車は1921年に製造が開始され、1929年には最も大きな電気式ガソリン機関車を開発。 合衆国内の鉄道事業者に導入された。同時期のアメリカの鉄道輸送では、画期的な電気式ディーゼル機関車のシステムが開発されていたが、このホイットコムの開発は、その流れに続いたものであった。ボールドウィン、ホイットコム製エンドキャブ型ディーゼル機関車1929年、ホイットコムカンパニーは、ボールドウィンに買収され、新たなオーナーは、ジョージ・ヒューストンとなった。 1931年から1940年まで、ボールドウィンの子会社のホイットコムロコモティブワークスとして運営されたが1940年、ボールドウィンは会社組織を引き継ぎ、ボールドウィンの一部門として、ホイットコムロコモティブカンパニーとした。1932年7月19日、同部門は、ミルウォーキーロコモティブマニュファクチュアリングカンパニーを吸収した。ホイットコムは、 第二次世界大戦後も事業を拡張し続け保管場所や輸送用の設備が欠かせなくなってきた。そこで1947年には倉庫が完成。スラブや鉄板の取り扱いを容易にするために10トンヤードクレーンが装備された。1948年200ドックと機関車試験棟が完成した。1950年にはボールドウィンは ライマ・ハミルトンと合併し、ボールドウィン・ライマ・ハミルトンとなった。1952年2月機関車の製造は、ロシェル工場から、ペンシルベニア州にあるボールドウィンのエディストーン工場へと移転した。ホイットコムのブランド名を使用した産業用機関車の製造がそのエディストーン工場で、続けられたが、その年の末には、ホイットコムの名前を外され、 新たに BLH のブランドで製造された。ロシェルで製造された最後の機関車は25トンの電気式ディーゼル機関車で1952年1月4日にセントラルプロキュアメントエージェンシーオブトランスポーテーションに納入された。USN65 から00330と不満されていた。製造番号は6189であった。 最終的な製造は1956年3月で、ホイットコムはロシェルで約5000両の機関車を製造したことになる。またパーティンパーマーという名で知られる自動車も製造した。レストアされたものがロシェルのフラッグタウンシップ歴史博物館に展示されている。ありがとうございます。